この、若き佐々木監督に、一言お願いいたします。そうですね、まあ、初めて来た時は短パン T シャツでブラブラしてる人がいて、うん、大丈夫かなと思ったんですけど、僕は結局この映画でですね、起用してもらえなかった自分の事業所なんですけど、映画で映ったなと思ったら消えられるっていう、こうぐらいしか出てこないですけども、まあ、ちょっと恨みがましい感じと思っていますがこういうのちゃんと世に出してもらえて本当にありがたいと思ってます。まあ、実際監督もそうですけど、プロデューサーさんとかも含めて、いいところだけじゃなくて悪いところも全部ね、いいところのつなぎ合わせはやめろっていう指示が出たらしくて、はい、悪いところも全部映ってるんですけど、結局この介護っていう世界ってみんな出会うと不幸になると思っていて、介護に出会うと高齢者は受けたくないと思ってるし、子供世代は親を預けるのはなんかね、親に悪いな、お袋に悪いなと、親父に悪いなと思って預けてるし、僕ら介護職員はね、3K とか 4K とかすごい言われて、なんかもう介護に出会うと人が不幸になるみたいな状況ですけど、そうじゃないケアっていうのが、介護っていうのが僕はあると思ってるので、そういうものの可能性とかっていうのを感じてもらえたらいいなと思ってます。何か今のを受けて監督、はい、何か一言ございますか。そうですね、はい、じゃあ加藤さんをこう映さないのは、まあ、ちょっと理由もあったので、はい、まあそこはあれで、まあその加藤さんを探すっていう楽しみを、もしファンの方は加藤さんを探すっていう楽しみもあると思いますし、まあ、本当に加藤さんおっしゃったように介護に携わったら辛いとか、そういう価値観を変えたいなと思ってますので、皆さんぜひ劇場でお待ちしております。